はい。ジャン君、おはよう。それでその豪快飛ばしちゃうか。ジャン君、ニャントークでだいぶいろんな気持ちが分かられるようになってるよ。さっきぐるるるるぐるるるるっていうところを近づけて撮ったら休憩中ってなってたよ。あれは休憩中だったんかい。なんか違う時あった。ぐるあ、ぐるのそう。時になんていうのかな、なんかぼかし、字でがぼかしたみたいになっていて、なんか出るんだけどなんだかわからないみたいな感じになる時もあったよ。だぐるぐるはそうなるのかなと思ってた。いろんな解釈ってことかそうなんだね、ちゃんと違うんだね。ジャン君今自分でトイレしたんだよね。まだお片付けしてないんですけど。お掃除しますよ。それな。んじかゃあ、ポンちゃんが喜んじゃったよ、そっちに行ったから。ポンちゃん、嬉しいね。シロクマさんのがポンちゃんに踏まれてすごい 足跡だらけになってる。はい、じゃあ、かいで。はい、で。こっちかな、ね。必ずこっちだよね。はい、はい、で。どうぞ。いいよ。はい。歯ブラシ。
ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、来たよ、ジャン君。二人で並んで食べるの。並ぶには狭いか。ちょっと広いとこを用意しようかね。あ。ジャン君、ジャン君、足舐めるのはちょっとくすぐったいんだけどね。まあいいけど。ポンちゃん爆睡中だよ。はい、はい、もうちょっとおいで、こっち少し遠い。